皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。キャプテン翼戦えドリームチーム、今回もドリームフェス始まりました、ね、今日の16時に始まった、まあ、始まりたてのガチャなんですけど、ちょっと詳細の方を見ていきます。はい、で今回の、まあ、目玉キャラがヘルナンデスになります。前回も出てるんですけど、今回は力タイプで出てます。これが新キャラになると思います。ニッタはこれどうなんだろう。はい、こちらも力タイプで低い球の S ランク技と、あと通常のシュートの S ランク技を持ってると。はい、でシュナイダー、これは技タイプの選手でね、一撃下のファイヤーショットとオーバーヘッド持ってるんですけど、これは持ってます。でラストディアスになります。はい、ということでこの4選手がピックアップになっていて、これ以外にも、まあ、フェスゲンキャラ出るんですけど、基本的にフェスゲンキャラはこのキャラクターの横に顔の絵が書いてあったら、まあ、フェスゲンキャラなので、まあ、当たりになります。で SSR の出る確率が今回 5% ということなので、まずこの 5% に当選して、そこからさらにこのフェスゲンのキャラが出るかどうかという形になるので、まあ、早速やっていきたいと思います。ちょっとね、最近ガチャ運良くないのでどうかなと思うんですけど、いきます。じゃあ10連目はい、トリガー 1,2,3,4 は、あ、微妙、シュワレバーいきます。はい、おしまった、緑は微妙、あ、これ青の歯抜けはね厳しいかなと。あーね、ロベルトじゃ変わりません。まあ、ここから逆転エースもあるんですけどね、逆転しないし、左下立花兄弟被るとかね、なかなか最悪なスタートになりました。こうね、いきますよ。じゃあ20連目いきます。確率的にはここで1体出てもおかしくないんですけど、取り1はで何のエースもない、いきます。シュワリもしない、はい、ね、何も来ない、そりゃそうでしょう。はい、ということでまた下段ね、立花兄弟なんか揃って出てますけど、なんだろう、なんか運が悪いのかな、始まってすぐやったら出ないのかな、それともね、ちょっとね、一回戻る押して、でガチャル押していきます。これで流れが変わってくれれば。はい、お、チャンス来た、取り走んない、取り走んない、しわれば、いやーもう厳しいって、青枠、嘘でしょ。はい、30連して SSR すら出ないという、そんな状況になってます。いや、おかしいおかしい、フェスゲン以外の SSR ぐらい普通出るんですけど、タップといきます。はい、40連目、はい、ここは来るでしょ、そろそろ。トリガー 1,2,2 は、2はじゃきつい、いきます。ほら、やばいやばいやばい、シワリもしない、これ何の見せ場もなく終わるっていうパターンありますけど、そんなついてないことあるんでしょうか。はい、ということで40連して SSR がゼロとね、
確率的にはここで2体引いてて、いいはずなんですけど、全く出ません。どうすればいいんだろう。どうしよう。まあまあ、もう一回行きます。ちょっと一回戻って、ガチャルキャンセル。ガチャルキャンセル。ね。はい、じゃあこれで行きましょう。はい、行きます。50連目。それが4、5は、あ、これは熱いかな？縛れば。行きます。はい、金来た。これは、はい、確定です。あとは何体出るか。金。あ、1体。まあまあ、フェスゲンだったら、一番最後。行きます。はい。誰これ？誰だこれ？なんか、何？フェデリックス。ね、スウェーデンの選手。フェスゲンでも何でもない選手が出ちゃいました。S ランクの、まあ、シュートを1個持ってるっていう、それだけの選手です。ちょっとね、ここでやめたいとこなんですけど、何の見せ場もないので、ちょっともうちょっと引いていきたいと思います。ね、今んとこ SSR の確率 2% と、だいぶマイナスなので、ここは出るんじゃないかなと思います。じゃあ60連目いきます。ディアスが欲しい。うわ、何も出ない。何も出ない。嘘。壊れたんじゃないのこれ。いきます。ほら、もう縛りもしない。青が3つっていうね。はい、ロベルトじゃ変わりません。これなんかドッキリなんじゃないのこれ。こんな出ないかな。はい、60連して今んとこ SSR が1体という形になります。どうしよう、まだね弾少しあるので、もう一回、じゃあ一回戻ってガチャルキャンセル、これでさっき当たったんだっけ、これでもう一回いきます。はい、じゃあ70連目引いていきたいと思います。もう出るでしょう。はい。鳥がとにかく4枠5は1番も出ない。嘘。いきます。これ、しわらないでしょう。ね。もう、しわらないし、文字も黒っていう。はい。これはもう、どうやっても出ません。浦部くん被っちゃってるし、ね、これね、ダメなのかな。あのね、翼の対決結構するので、でこの間みたくあのポーさんにね勝てなかったりとかするので、なんとかいいキャラ当てたかったんですけど、当たりそうにないです今日ね。 SSR すら出ないっていう状況になっちゃってるので、じゃあこれでラストにしたいと思います。80連目。飛行ラスト。いきます。はい。鳥が1、2、3、4、5は。あー、5は来た。いけるかな？縛れば。いきます。よし。どうだろう、どうだろう。多分平気。ない。ピキン。よし。一体来てくれました。じゃあ、ほんとお願い。行きます。はい。お、来た。あー、来た。はい。逆転室は、ないです。はい、ということで、もう確率は今回、かなり、ボロボロでしたけど、まあ、欲しかった、ディアスが来てくれたので、ね、まあいいかなと。S ランクのシュートを持っていて、
で、しかもドリブルとパスも S ランクの技を持っているということで、これはかなり強いんじゃないでしょうか。で、ディアスの相方、あれ誰だっけな、あの相方の SSR のフェス源持っているので、これでその選手も使えるようになるかなと思います。はい、ということで、ちょっとね、結果的には全然納得はできてないんですけど、まあまあ、ディアス出たからいいかなと、無理やり思うようにしようと思います。で、玉の方まだ余ってるので、また面白そうなガチャ出てきたらやっていこうと思います。それでは今回はありがとうございました。